社会人7年目の妻が転職先を探しています。今の仕事は飲食系のマーケティングで新卒から続けてますが、激務で体を壊しかけています。慶応文系卒帰国子女なので、英語力はネイティブレベルです。括弧英検準1級、TOEIC 満点。満点すごいですね。言語能力が高い一方で理系的な思考苦手です。転職先に求めるのは定時で終わること、東京、年収、英語を使うことの順です。何かおすすめの仕事があればご意見いただきたいです。英語が喋れるだけで何のスキルもないとすると、別にそこまで優秀ではないんですよね。その本当にじゃあ英語得意な人雇いたんだったら、アメリカ人雇えばいいだけなんですよね。まあ別にイギリス人でもいいんですけど。なのでその英語と何ができるかが重要なんですよ。TOEIC 満点取っちゃう人って二ついて、すげえ優秀か、変質的にこだわりを持ち続けちゃうタイプの人っていうのがいて、そこまでやる必要ないのよっていうところまで変質的にこだわっちゃう人って、仕事向いてなかったりするんですよね。要は仕事っていろんなことを、60点ぐらいでなんとなく早くこなす方が大事なんですよ。いろんな仕事があって締め切りまでにサクサクこなしていく人の方がいろいろ仕事が流せるんですけど、これ100点にしないとダメなんですってタイプの人って、締め切りまでに終わんなかったり、他の人が終わる間にもすげえ時間かけて出来上がるのに時間かかっちゃったりするんですよね。っていうのがあるので、満点取っちゃうタイプの人って、実は仕事向いてねえんじゃねえかなって思うんですよね。ただ、英検準1級とか TOEIC 満点とかがあるので、で、多分大学もいい大学出てますよね、慶応か。なので、自分が勉強ができるから優秀だと思い込んじゃったりするんですけど、勉強ができることと社会人として能力値が高いのって結構違うんですよ。で、多分この感じの人だと社会人としての能力値あんまり高くないタイプなんじゃないかなと思うんで、一部上場企業とかにスペックで入ってください。要は大きな会社ってスペックでひょろっと入れたりするんですけど、で、ひょろっと入っちゃうと無能だったとしてもクビにならない場合があるんですよ。なので、慶応卒で、TOEIC 満点ですっていうのでいけば、スペックでスルッと入れる可能性があるので、もう仕事はできないと。ただ、スペックで受かったから、このまま位置づけますっていうところで、なんとか頑張ればいいんじゃないかなと思います。TOEIC 950点の知人が貧乏してるんだけど、英語の仕事したら儲けられるでしょう。英語の仕事って何？ほら、例えばさ、アメリカ人はさ、みんな英語喋って仕事してるんだけどさ、要は、英語が喋れて何の仕事をするかっていうので、人の給料は決まるわけですよ。例えばじゃあさ、日本語喋れる日本語の仕事したら儲けれるって言われてもさ、いやいや、日本人日本語喋るのは当たり前でしょ？何の仕事するのって話なので、語学ができるって、実は、大した能力ではないんですよ。サブスキルなんですよ。何かの仕事をする能力があって、さらに語学が喋れるんだったら、その国との橋渡しっていう形で仕事増えますよねなんですけど、そもそも仕事をする能力っていうのがないと、じゃあ全く仕事をする能力はないけど日本語は超絶喋れますっていう人って、多分ニートですごいいっぱいいるんですけど、超絶役立たないじゃないですか、日本語喋れるだけって。なので何か言語を喋れるのに価値があると思いすぎるのも良くないですよ。